ヒカリナのアイコンが、変わったぞー。はい、というわけでね、この度ヒカリナチャンネル EX のアイコンが変わったんですよ。確かデリバードじゃなくなるのは旧アカウント時代を含めると、20ヶ月ぶりくらいになるな。そうそう、そして今回新しく採用されたアイコンはこちら。うんうん、超可愛いね。この可愛さ、天使級だね。美的センス大丈夫か。え、このアイコン可愛くない？なんかサングラスしてるし、躍動感なぜか全開だし、ちょくちょく手書き感残ってるし、そして何より、ペンギンなんだよ。それただペンギン好きなだけだろ。それにこいつなんなんだ。なんか、すごく、煽られてんだけど。え、それは気のせいじゃない？そうか。で、このよくわからないペンギンの名前って決まってんのか？うーんとね、残念ながらまだ決まってないんだよね。だから、ここで皆さんにいきなりアンケート。はい、始まりました。視聴者アンケートのコーナー。今回の募集テーマは、ズバリ、こいつの名前は何？ということでね、今回はこのヒカリナチャンネルのメインキャラになるかもしれない。そう、あくまでなるかもしれない。このペンギンの名前を募集しちゃいたいと思います。何この動物園の生まれたての赤ちゃんみたいな扱い。さあさあさあ、みんなもこいつの名付け親になりたいよね。なりたーい。なりたーい。明らかに桜じゃねえか。はい、ということなんで、このペンギンくんにいい感じの名前を思いついちゃったそこの君、コメント欄に生かす名前を書き込んじゃってくれ。たくさんのコメント待ってるぜ。あ、これは大事なことだから言っとくけど、名前を書き込んでくれた心優しい人に向かって、それネーミングセンスなくね、的な誹謗中傷をするコメントは、絶対にしないでください。そんな人を見かけたら、この必殺仕事人霊夢が速攻で消し去ります。まあみんなで楽しむためには最低限のルールを守らなくちゃな。うん、じゃあこのペンギンの生かす名前、楽しみに待ってるよ。採用された名前は、次回以降の動画の中でさりげなく登場するから待っててね。そんで、霊夢は考えてあんのか。もちろん、ペンギン、からの、ペンギン、PKPC や、その人のネタじゃねえか。たくさんのいい感じの名前待ってるぜ、じゃないと。これだからな。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、ヒカリナの新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、ヒカリナの他の動画で会いましょう。しただけ。